全国で食品ロスは646万トンも発生してるんだね。はい、市町村では広報誌を使って食品ロスの削減を呼びかけたり、飲食店と協力した取り組みを行っています。家庭でも積極的に取り組んでる人はいるよね。そうした人たちを増やしていく方法はないかな。まあそれについては検討をしているところなんですが。失礼します。こんな企画見つけました。クリエイティブクッキングバトルは家庭から出る食品ロスを楽しく解消するということをテーマに行っております。クリエイティビティあふれる企業の皆様、団体の皆様で、そのクリエイティビティを料理で存分に発揮していただくバトル型のイベントとなっております。確かに楽しそうな企画だね。神奈川県庁チームも参加することにしましょう。はい。この4人で神奈川県庁チーム食ロス減らし隊を結成。そして当日、トーナメント方式で40チームが一戦を勝ち抜きます。家庭の残り食材を持ち寄り、美味しさ、料理の見た目、工夫、生ごみの量の4つで競います。レシピに頼らずに、いかに無駄なく美味しい料理を作るかがポイント。用意された食材は比較的一般的なもの。でも各自持ち寄った食材には使いにくいものもあります。よーい、どん。まず食材の中から欲しいものを早い者勝ちで選びます。次に選ばれなかった食材が強制的に分配されます。オレンジのね、ドライオレンジが来ました。それではクッキングスタート。県庁チームはこの食材で料理を作ります。環境農政局長自らドライオレンジをみじん切りに。この食材を全部使い切って、生ごみはたったのこれだけ。県庁チームは一番少ない量でした。ですね、このわらび餅がもう1から作ったっていうことで、まあ、これは0から1を作るっていうのがやはりクリエイティブかなと思っておりますので、ここはクリエイティブだと思います。あの、我々のところに来たのが唐辛子の一袋が来たので、まあ、これをどうさばくかみたいなところすごい悩んだんですけれども、あのこの辺は、アラビアータ風にして、ちょっと辛みを味わいながらもその鶏肉の美味しさみたいなところを味わうような形だったりとか、もらったものの中にオレンジ のドライフルーツがあったんですけども、あえてごまあえにしてみることでちょっと風味の違うごまあえに参加者全員で実食。他のチームの工夫点や苦労したことなどで盛り上がります。それでは1チーム目、神奈川県庁食ロス減らし隊の点数はこちら。若さの点数はこちら。昔ながらの味に新しい味を加えて新しい発見がありました。食品ロスの削減は一人一人の取り組みが大事です。こうしたクッキングバトルのような取り組みを通じて食品ロスの削減が広がっていけばいいと思います。食品ロスを減らすために
私たちにできること、買いすぎない、使い切る、食べきる。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。